はい、どうもひこぼんです。こちらロジクールの G300 というマウスです。これ実は9年ちょっと使ってます。その間もいろいろマウス買ってるんですけどね、結局これに戻りました。9年使ってるのでちょっと汚れはね、ご容赦ください。というわけでね、まずはこれを語っていきたい。まず形なんですけど、大きすぎず、小さすぎずでいい感じ。まあといってもね、手の大きさによると思いますけど、私の手は大きすぎず小さすぎずで、日本人男性の平均的な大きさではなかろうかと思っています。根拠はないです。普段こう無意識に使ってますが、意識してみるとつまみ持ちというやつみたいです。ただ完全につまんでるかというとそうでもなく、親指と薬指の付け根で動かしてる感じです。この塩梅が実に良いです。そんだけでね、つまんでる親指の部分削れちゃってます。特別強く掴んでる感じはないですけどね、長年使うとこうなっちゃうんですね。剣的岩をうがつな感じです。少しずつの水滴でもね、岩に穴が開いちゃうってやつです。この場合はゴムですけど、ここへこんだことによってつまみやすいんですよね。引っかかりができて、こういうデザインにしたらいいんじゃないかなと思えるほどです。まあ人によっても違うと思うんで、自分で使い込んでね、こういう風にするのもいいと思います。まあここまで使うのも稀だと思いますけどね、マウスを育ててる感じがあります。反対側はそうでもないです。ただちょっとツルツルになっちゃってますね。触れてる部分と触れてない部分がよくわかります。この間はあまり触れてない感じです。でね、手のひらを乗せる部分もちょっとハゲちゃってます。これ昔のロジクールのロゴです。うっすらと見えてます。で次にクリック感です。これがまたね、硬すぎず柔らかすぎずでとてもいいです。絶妙です。頻繁に押してるところがね、ハゲてます。この部分もハゲてます。ホイールを動かすからでしょうね。でホイールなんですけど、これまた絶妙です。硬すぎず柔らかすぎずです。何のストレスもないです。で次にボタンですね。ボタンは 1,2,3,4,5,6,7 7個あります。ただ一番押すのはこの2つですね。でたまにここで、まれにこことこことここです。 FPS なんかやるときはここに武器を配置してます。すぐ切り替えできます。横にあってもいいなと思うんですよね。ちなみにこれはこれの前に使っていたやつなんですけど、これまたロジクール、横にボタンがあります。これぐらいのボタンなら押しやすいです。あんまりいっぱいつけられても困りますけどね、一つなら OK です。これまたハゲてますね。おそらくこれの前の方がこれなんじゃないかなと思うんですよね。大きさがほとんど同じです。高さも同じ感じです。だからこの大きさがね、私に一番合ってんじゃないかなと思います。昔使ってたマイクロソフトのマウスもこんな感じでした。でかいのはね、ダメですね。合わないですね。でかいのも何個か買ってみたんですけどね、その度にやっぱダメだなってなります。でまあね、愛用していたわけなんですけど、この間まで全然問題なかったのに、なんか突然ね、挙動がおかしくなってきました。ロジクールのマウスの専用のアプリがあるんですけど、アプリごとに設定が切り替えられるんですけど、勝手に変わっちゃうんですよね。まあそれはソフトウェアの問題なのかなと思っていたんですけど、他のロジクールのマウスに変えると大丈夫なんですよね。でまあそれでもだましだまし使っていたんですけど、ついにホイールを動かしても下に動かなくなっちゃったんですよね。上は動くんです。まあついにダメなのかなっていう感じです。まあ、9年も使えば十分なんですけどね。そんなわけで次に買ったのがこちらです。 G300S。 なんと9年使ってますけど、まだ出てるんです。といってもね、いろいろ変わってるとこもあるんですけどね、デザインは変わってないです。多分1ミリも変わってないと思う。見てください、この真新しさ。真新しいとこんな感じです。使い込むとこんななっちゃいます。これも使っていくとそのうちハゲちゃうのかな。ただですね、形は同じなんですけど、使用感がちょっと違うんですよね。まずクリック、なんかね、カチッカチッという抵抗を感じます。こちらはなんか浅くて抵抗がない感じです。かといって押した感じもあります。絶妙なんですよね。まあ使い込んでいくうちにこうなるのかもしれない。今となってはね、これを買った時の押した感じがわからないです。であとホイール、ホイールもね、少し抵抗があるんですよね、新しい方は。これも使っていくうちにもっとね、柔らかくなるのかもしれない。クリックに関してはね、特に頻繁に押すんでね、そんな力を使いたくないですよね。指が疲れちゃいます。この辺のボタンの感じは変わらないです。あと動かした感じなんですけど、新しい方がスムーズな感じがします。9年使ったんですけど、ここはすり減ってないのがすごいですね。大して変わってないです。前使ってたマイクロソフトはね、こう削れちゃったような気がするんだけど、これに関しては削れてないです。9年って言ったら相当ですけどね。
マウスを動かした距離でね、地球を一周しちゃったりするんだろうか。といってもね、まあ慣れの問題だと思いますね。こっちに慣れたらこっちに戻れなくなるかもしれないです。まあ案外そういうとこありますよね。でちなみにこのお値段ですけど、2000円ちょっとです。とてもお安いんです。ただ生産終了という話もあるんでね、そのうちなくなってしまう可能性があります。夏に1回ね、Amazon でなくなって、すごい値が上がったんですよね。それで愛用者の間でざわついたんですよね。ただまた最近普通の値段で販売しだしてました。2300円ぐらいで。これはもうね、ロジクールの低価格マウスの定番商品としてね、ずっと出し続けてほしいんですけどね。どうなのかわかりません。またこの大きさでね、デザイン変えてバージョンアップするのかもしれない。ただ変になるよりはこのままでいってほしいという思いです。ちなみにね、私はもう一つ予備にあります。なのでこれが壊れても大丈夫です。9年ですからね、18年後はもうおじいちゃんですからね、困ったもんですよ。生きてるかどうかさえわからないですからね。悲しいけど。というわけでロジクールのおすすめのマウスでした。9年使ってますからね、嘘偽りなしです。